私のところのリーラが優秀だと思うんだよね。何言ってるの、私のところのフリムが優秀に決まってるよ。また始まったよ。さすがあのメルリア様の教育をしてただけあるね。すごい知識量だ。そんなことないよ。ただ長生きしてたから知ってるだけ。カナ様も1000年くらい生きたら同じようになるよ。1000年規模がもう想像できないよね。ハク様、任務は問題なく全員こなしております。ハク様も安心してお勉強に専念してくださいね。フリム、いつもありがとう。私もみんなのお察って胸張れるように頑張るね。ああ、今日も可愛い。あ、ハク、仕事で会うのは珍しいね。どうしたの？今日は私の部下の模擬裁判を開くらしいからその見学。将来私は裁判長をしないといけないからね。私もその模擬裁判の判決に対してどう考えるかっていう練習が必要だと思って、フリムにお願いして最近みんなでやってるんだ。希少な志ですね。組織全員で成長しようというハク様の良さが全面的に出ていると思います。私もリーラの助力のおかげで建設物の保全規定とか、安全対策、点検要領とかまとまってきてるし、部下にも結構仕事内容を定着させれてるけどね。環境規定や環境保全活動も方針特定が定まってきてるからね。政治部隊が話が早くて助かるよ。ふふん、うちのリーラは優秀でしょ。私の自慢の参謀なんだから。フリムだって任務はもちろん、部隊員の教育もしっかりやってくれてるし、私たちは治安を守る側として正確に法と対処を理解して、悪事に負けないようにって日頃から訓練もしてるし、部隊員の管理もしっかりしているんだから、私のフリムが優秀だと思うな。私の、ハク様、私のって言ってくれました？それくらいうちのリーラなら余裕だけどね。フリムだって別に問題なくこなせると思うな。うちのリーラがフリムに劣ると。当然でしょ、フリムがリーラちゃんに劣るわけないでしょ。あれは長くなるね。仲いいね。私たちのリーダーは。プライベートは基本二人行動ですからね。羨ましいです。だって、私のリーダーは月下のところのスザクバー、月下のところの奏より絶対に仕事できるもんね。私のフリムだって、ラル様のところのララちゃん、ソルテ様のところのシーノちゃんよりも仕事できるもん。他の専属神様たちの参謀と比べるのは感心しないな。というより私たちより優秀な4名の名は挙げないんですね。あの神たちは別格だもん。比べたらダメだよ。専属神メリア様が唯一参謀として置いている、神王、神殺し、エシン、サウル、カレウェ。メリア様がどこから連れてきたかわからない、けど最近、神王、の座を奪った天才、最も新しい神王。専属神アリシア様の直属部隊、帝王天聖議会、の参謀、アリシア様と同じ作業量を笑顔でこなす神聖エルフ属の仕事人。アルメル、ランスーロード、アリシア様と同等の仕事桁を持って、帝王天官と強制天官の両方持ち、あれはまさしく唯一無二だよ。専属神ソフィア様の直属部隊、神聖気楽団、の参謀、あのソフィア様の面倒を全面的にこなす母性と愛に溢れた神聖エルフ族の愛の神王。ブルー、ブーハート様、実力もそうだけど、あの人に面倒を見てもらったら最後どんな人でもダメになるほど、あのメルリア様やアリシア様、メリア様以上に尽くすことに対しては別格、すごいよね、いろいろ。専属神コトカ様の直属部隊、帝国聖法王、の参謀、帝国の総務大臣、という重役についている帝国屈指の天才。青月様、ずば抜けた機能と未来を見据える栄転感を持ち、私たちの政策に対して最善策と決断をしてくれている頭脳。それは一説によるとメリア様、アリシア様の国営力をはるかに上回るほどと評価されているほど。私は長寿を生かした歴史からの経験を最大限に活かせること。フリム様は法則支配、知識の宝物庫、公式どれをとっても全体的に高バランスの安定性なところ。他の4名も秀でたところはありますけどね。セッカ様の直属部隊オリジンセントバルキリーの参謀、カナデ様、普段の行動では考えられないほどの策略と戦略の天才。自身が前線に出るし、指揮も取れる、帝国軍事の聖女とも言われてるらしいわ。結果様の直属部隊キュウキ紳士の参謀、関様、統率力がすごく、私以上の組織一定力が高いため、帝国にとっての教育機関の最前線とも言われている。聞けば、月下様、カナ様、ハク様を育てた母親的存在、その実績はなかなかのものです。ラル様の直属部隊、セラフィム・ステラツリー、の参謀、ララエル様、センスがないと思われていたけど、類を見ないストレス耐性と、前向きな姿勢、場の雰囲気を良くさせるという力に関しては自主系統の天使だと納得できる。あのラル様の圧に屈するどころかラル様を困らせるほどの明るさは想像できるものじゃないわ。間違いなくあの子は部隊の太陽となる存在だわ。
そしてソルテ様の直属部隊、ジフ2歳の正規連の参謀、シーノ様。彼女は性格的に結構馬鹿にされがちだけど、あの子一人の存在価値は世界の平和を一瞬で壊すほどの影響力を持つわ。世界の生徒じゃデジャが抑えられているのはあの子のおかげ。世界屈指の信仰力を持つ、あの帝王神メルトリアよりも世界信仰率はシーノ様の方が高い。まあ、信仰者のイメージと違いすぎるのはあるけど、あの無垢さは世界と同化できるほど、何もしなくてもいるだけで役に立つ存在なのはシーノ様くらいね。参謀は専属神様たちの側近であり、顔、膝で揃うと私も白様の顔に泥を塗らないか心配で心配で。それは私もだね。メルリア様の紹介でもあるし、カナ様もすごく私に信頼を置いてくれる。期待には応えたいですよね。なんか私たちが話してる間にあの二人のテンションが下がってる。私たちが他の人の名前出したから比較してるのかも。深く考える必要ないのにね。業績はすごいかもだけど、どこかくせ者ばっかりなんだし。しまった、ここどこだ、僕は何をしたらいいんだ。カエルって子は強いのは確かだけど、方向音痴だし、結構昼夜問わずさまよっている姿見るし。こんだけの仕事をこなすだけで、これだけの名誉と大金、アリシア様には忠誠をいくら誓ってもお釣りが出てくるわ。帝国もあの帝王神候補や神王、最上級神たちが最も集まっている男性禁制の激アツ大国、ソフィア様がここに所属して神聖エルフの神王全員がソフィア様に着いた時点でこの商売も合法。がっぽり稼ぐで。アルメルは商売とお金が好きだからすごいけどどこか小物臭がすごいし。姫様、疲れないように浮遊させております。あとはそろそろ肌の保湿と水分補給をこちらでやりますね。そこまで甘やかされると逆にうざい。ですがいなくなると不便ですよね。安心してください。何不自由なく姫様を徹底的に奉仕いたしますので。至れり尽くせりで私も満足。私もソフィアちゃんのところのプリーさん見たけど、あのソフィアちゃんが嫌がるほどの奉仕は。なんか、羨ましいとは思えないよね。メリアちゃんよりもある意味度が過ぎてて。ブツ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 。青月さんは極度の人見知りですので話しかけるのは多分難しいかと。大丈夫、お話できないとお仕事できないよね。だから大体は文章かな。私でも話しかけるのは難しいです。いつお部屋に戻るの、青月さん。いや、自分からは今も私が頑張って連れてきてます。そうじゃないとずっと部屋の隅で文字通りブツブツ言ってますので。あれ聞こえないんじゃなくて、文字通りブツブツ言ってるんだ。やっぱり私のフリムが一番だよ。変な癖ないもん。へぇ、吐くの厄介オタクこじらせてると思うけど、その点リーラは長年生きてるだけあって落ち着きが違うよね。知ってるよ、リーラ様一人で眠れないからカナちゃんと一緒に寝てるんでしょ。それくらい可愛いもんじゃん。石化のところなんてこの前カナデが石化のパンツかぶってアダルト仮面ブルーって遊んでて石化がちぎれしてたし。嫌なのじゃ、嫌なのじゃ、最近わしをのけものにしおって、たまにはわしと一緒に出かけるのじゃ。自宅バーなんて月下の前では繊細と思えない所用だし。文字全然読めないけどきっと本を見てたら成長する。独力、独力。だらや努力の空回りすんごいし。プラー、何かしやがって。みんなはもはや謎だし。全体的に見たら絶対リーラ一番。いいや、フリムが一番。これはカナちゃんでも譲れないもん。よし、仕事終わったら部屋で話そうよ。わかった、お菓子とジュース持っていくから覚悟してよね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。